矢櫃峠の、バス停ロータリー前の看板です。立派な看板ですね。英語でも丹沢大山桑志ナショナルパークって書いてありますね。こちらの竹の台ハイキングコースに行きます。まあ、秋になってきたので念のため熊よけ鈴も持って鳴らしながら竹の台 1.4 キロ歩いてみたいと思います。アザミの花が咲いている。さっきはススキが斜面にずっと生えてて、今度は杉並木って感じですね。両側に杉が道に沿って植わってます。大山もなんかこんなところあったよね。角度を感じるね。木が倒れてると余計に角度を感じるの。なんか屋根と柱が見えてきました。東屋休憩所なんだろう。大札峠、矢櫃峠。はい、急な坂道を登ってきたので息がまだ落ち着いていませんけど、休憩所に着きました。特になんか地名とかがついてるわけじゃなくて、来た方向には矢櫃峠こちら、行く方向には大札峠こちらっていう看板、方向案内があるだけで、ここはまあ名前がないからただの休憩所なんだろうっていう感じですね。休憩所から菩薩峠方向にすると、今までは山の中でうっそうとしてましたけど、尾根伝いの道でとっても見晴らしがいいです。おお下を見ると怖い、こっちを見ると景色が良くて気持ちいい。高いところから広い景色が見えるって感じ。足元の方を見ると怖くなるので、ちょっと遠くを見た方が気持ちいい。すごい高いんだな。まあね、半分以上は車で来たからね。すごい登ってすごい降りて、降りながらこれを借りまた登るんだなと思うとちょっと悲しい。だいぶこけむした案内板があります。来た道矢櫃峠 0.7km、 これから行く道竹の台 0.7km ということは、ここが半分なんだ。で、半分まで来て嬉しいっていうのと、結構きつかったからあれがもう一回あるのかっていうのと、両方ですね。裏の畑にタヌキが出てたみたいな。これは梅かな。まあ涼しいのはいいけど、見晴らしがいいところは暑いという欠点があるからね。お根伝いの道っていう感じですね。両方ともこう下り坂がよく見えます。見通しがいい。歩いていく道の先の杉の木の向こうに青空が見えてきたので、あそこが頂上かなっていう期待が湧いてくる道ですね。はい、青紫色の山野草が咲いています。なんか花の色と形が、これはトリカブトじゃなかったかなと思う感じですけど、確信はないので後で確認してみます。さっき見えた青空はあの辺だったところまで登ってきたので、あらまだだったって感じですね。おっと思ったら開けて展望台がある。ここがゴールっぽいです。今日の竹の台、はい、着きました。今日の目的地、今日のゴール、竹の台。この休憩所には竹の台休憩所ってちゃんと名前がついてますね。さっき 0.7キロだったので足したら 1.4 キロなんだけど、なぜかここの看板には矢櫃峠まで 1.3 キロってなってて、 0.1 キロはどこに行ったんだ。はい、遠野台の展望台に登ってきました。目の前に見える大きな山が大山ですね。奥までずっと山ってね連なって見えます。でちょっと面白いなと思ったのが、あっちのポコポコポコってこうね、なんていうの、ミツコブラクダの背みたいなポコポコポコっていう山がありますね。あれなんだろう、なんていうところかな。どうもここがさっき登った展望台ができる前はここが展望の場所だったらしいですね。なんていうのこれここにちょっと文章が書いてあるので読みます。愛の包囲盤、神奈川県の屋根丹沢の自然景観がいつまでも変わらないことを、また悲しい遭難事故が起こらないことを常に念願していた故内田啓二の遺志を愛の包囲盤に託してここに建立する。昭和57年8月22日ベルニナ山岳会。内田さんっていう方が、山を愛していたという石を継いでここに建てたっていう包囲盤なんですね。でここに、ここから見る360度の山の説明があります。さっきのポコポコポコっていうのがここに書いてある三峰っていう名前の山だそうです。あっちの江ノ島も見えるんだって木が伸びてて見えないけどまた矢櫃峠に戻ってきました。ここではやっぱり 1.4 キロになってますね結構距離はそんなにないけど高低差があって歩いたなっていう感じです。最後まで見てくださってありがとうございます。みっくん探検隊では神奈川県の公園や散策路を歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。